はい、シーソーオンラインサロンシーソーゲーム00始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、初のオンラインサロンのイベントということで、今日は、頑張ってまいりたいと思います。シンです。よろしくお願いします。お願いしますはい、ね、初の試みですけれども全く緊張してません、サキトですはい、はい、じゃあね、早速いきたいと思います、はいはい、まずはね、せっかくなんで、うん、はい、シーソー、うん、結成秘話からいっちゃいます。聞きたいかなと。いっちゃいます。これ はい、どっちが喋ります。いや、2人で喋る。2人で喋る。ああ、確かに、はい、なんか、ことの発端は、まあ、うん、僕が声かけさせていただいたんですけど、はいはい、まあ、それも今結構ロック&リードさんとかスパイスさんとかインタビューも出始めたんで、うん、なんか皆さんなんとなくひょっとしたらオンラインサロンに入ってくださってる方知ってるかと思うんですけど、もともと僕がツーマンイベントをやってまして、はい、ずっとスペースオットっていう渋谷のライブハウスでやってまして、でそれの、まあ、目的としては、まあ、僕自身 の音楽の向上と、あとその、まあ、刺激を受けたいっていうのが一つと、あと自分で作りたいものっていうのがなんとなくこう一通りこう作り終えたなっていうのがあって、はい、なんか誰かと何かを作りたいっていうのが漠然だったんですよ、はいはい、そうです、はい、でそこから対バンさせていただくにあたって、うん、リハーサルをこうずっと見学させていただいてたんですけど、僕出演していただいた方のリハーサルは全部見させていただいてますけど、いやいやいや、もうやっぱり対バンですから、リスペクトの部分とやっぱりこう音楽をこう高め合うみたいなところがあるんで、どんな感じをやられてるのかなっていうのを聞いてたら、そのジャキガンマイスターさんの中 のスターゲイザーっていう曲がものすごい染みて、ああなんていい曲だって思って、でそこからもともと誰かとやりたいっていう構想はあったんですけど、でそこでサキトさんにあの曲みたいな曲すごい良くてみたいな、よかったら僕今こういうふうに思ってるんですけど一緒にやっていただくことは可能でしょうかっていう、でその話をさせてもらう段階では、そのまだナイトメアさんも活休の段階でしたよね、確か活休の段階で、僕もその復活とかも知らなかったので、うん、純粋にまだその時点ではまだそれすら決まってなかった。そうですよね、うん、でまあお互いソロ同士ということで、じゃあ一緒にどうでしょうかっていう感じでお声掛けさせていただいたっていうのが、うん、まあざっくり言うとね、ざっくり言うと そんな感じですよね、はいはいはい、そんな感じですかね。ちょっとね、トークいろいろもっと聞きたかったんですけど、うん、ちょっと盛り上がりすぎたので一回トークは一回切って、はいはい、この辺にして、はい、次のコーナー行きたいと思います、はい、次のコーナーはね、なんと、うん、なんすか、ライブ反省会を、ライブ反省会したいと思います。反省会っていうと聞こえ悪いな、確かにダメだったんじゃねえかみたいないやいや、ライブをちょっと振り返るあ、しかもなんと今日はね、本邦初公開の12月25日、うん、去年の、おお、僕らがゲリラでやった、はい、ゲリラ的にコロナ禍やった幻のライブを本邦初公開でね、ちょっと皆さんに見ていただいて、うん、はいはい、その後ちょっとメンバーに振り返ってもらおうなと思います。はいはいはい、生々しいですね。だからもう修正一切なしの音源ですから、修正一切なし、修正一切なしの音源、取っ手なしですまだお互いぎこちないですからね。いや、まあしょうがないですよ、これは緊張しかしてないですからね。ちょっとあれだな、絞りが俺足りなかったかもしれない顎の肉が気になる。いやいや、そうっすか、まだ体が作りきれてない、体が作りきれてない。俺信じられないぐらい眉間にしようやってますね。いや緊張しすぎて、ね、多分、はいはいはい、信じられないぐらい眉間にしようやってて。こうやってね、皆さん見ていただいて、はい、ありがとうございますという感謝の意図を、うん、まあ、シンソーとしてのコンテンツはこれ初めてですもんね、こういう、そうだね、おっしゃるの、うん、なので、まあ、これからもよろしくお願いしますという意味合いを含めて、はい、
2曲ぐらいね送らせていただけたらいいかなと、うん、はい、であのライブバージョンと違ってアコースティックで、届けさせていただくので、うん、聴いていただけたら嬉しいなと思います。君がいた季節より少し夜は長くなって五時を告げる鐘の音が隣で鼓を切って幕が降りるように罰が下るように失ったのはあの日から疑ったの夢も確かな思いも二度とは戻らない日々にしまい込めずに壊した愛さげも愛しさで溢れる君を思うほど降り始めた雨が運ぶってきたもの